C-1 はアメリカ海軍の潜水艦。C 級潜水艦の一番艦。当初の艦名はオクトパスであった。オクトパスは1905年8月3日にマサチューセッツ州クインシーのフォアリバーゾー船所で寄港した。1906年10月4日に海ウェブスターによって命名浸水。1908年6月30日に 艦長 CE ーーコートに対位の指揮下収益した。収益後は第二潜水小艦隊に配属され、オクトパスはロードアイランド州ニューポート及びニューヨークで1908年10月まで活動する。その後ニューポートやバージニア州ノーフォークで設計及び戦術的運用試験が行われ、1910年2月14日に サウスカロライナ州チャールストンで予備役となる。オクトパスは1910年4月15日に最終駅し、1913年5月10日までニューポートで訓練官としての訓練を呼び、実験任務に従事した。その間の1911年11月17日にオクトパスは C-1 と解明された。C-1 は大西洋艦隊水雷小艦隊。 第一潜水艦隊に配属され、1913年5月29日から12月7日まで、キューバのグアンタナモ湾で活動する。第一次世界大戦中は、パナマ水域で訓練活動及び偵察任務に従事した。1919年8月4日に、パナマ運河地帯のココソロで退役し、1920年4月13日に売却された。ありがとうございます。